ウッドローのいた町があるはずなので、ここ回れるかな。ハイデルベルグやってきました。回れるかな。ちょっと長いけど、まあいいかよし、お、早速、やよ前、私ふふふ、いきなり乱暴な子ですね。こっちはなんか怒ってそう。お前とは何ですかこっちは隠さず怒ってますね。あー、じゃあ穏便に行きますか。どうして子供なのにお城に入ったりしてんだよ。しかも女のくせに生意気だ。とんだ言いがかりだな。ダメですよ君、そんな乱暴な言葉を女の子に使っちゃ。何大人ぶってんだよ。私はもう大人です。君みたいなお子様と違います。全然子供に見えるぞ。それに大人はそんなかぼちゃパンツ履かないぞそこ失礼です。だって見た通りだろ。この格好が子供だって言うなら君だって子供じゃないですか。まあまあそう熱くならず。俺は大人だなんて一言も言ってねえし生意気。なんでこんな子供に。おい、そんなこと、あ、泣いちゃったの。そんなことで泣くなよ。泣いてなんかいません。20年後もこのパンツを履いてやるんだからです。う子供マジか。情報いっぱいで楽しいな。どうしよっかな。もうそろそろ終わりたいんですけど。ベルクラーなんだ。そんなものは知らねえ、ヒック。この人ずっと飲んでるよ。またあの雷が落ちてきたらと思うと怖くてたまらないの。相変わらずここの酒場はあまり人がいないです、ね、私たちは大丈夫です。頑張ってください陛下。ありがとう。頑張る。ウッドロー頑張るよこっちはなかったっけ。宿屋さんはいいか。千年も昔にあんな空中都市が作られていたなんてすごい技術ですよね。どこに雷が落ちたの。町の近く。どう考えても雪かきなんかしてる場合じゃないよな。まあでもどうだろうね外が騒がしいみたいだけど何かあったの。全然気づいてない人もいるわけだ。せめて飛行竜でもあれば空の上でも攻めていけるんだろうが。そう、飛行竜ね。城を襲った例のドラゴンでなんとかできないものかな。飛行竜がもう飛行不可能になってしまったんで。あ、これ何。ニューマの、ここにあっ、あ、はい。持てないんですね。そう、飛行竜が最初私、あれなんですよ。ちょっと読まずに行きますけど、飛空艇みたいな代わりにね、最初なると思ってて、落とされた、あ、違うのかってなって、でそっから、まあいろいろあって、で空中都市行って最近ね浮遊クルーザーを手に入れて、なんかね、あ、これで地上移動楽になってサブウェイ回収楽かなと思ったら全然そんなこともなく、ちょっとね。あ、ダリス隊長かっこいいって知ってた、ウッドロー陛下だったらなんとかしてくれるよね。もう、デスティニーって、あれなんですか？飛空艇代わりのものって手に入らないのかな？なんか珍しい気もするけど、そんなこともないのかな？ちょっとわかりませんけど。できれば故郷へ帰りたいものです。城を見て終わりぐらいかな？ああ、もう、貿易商人の人も、ほんと。あ、人の気配がないのか。
城の中もなんかありそうですけど、サブイベちょっと広いので、カットしてサブイベ探ししてみようかと思います。陛下、先のグルバムランの被害調査報告書が上がってまいりました。あ、早急でいいのかな、に目を通させてもらうよ。え、これだけ？はい、じゃあまた探していきまーす。お、多いな。みんなと陛下の似顔絵描いたんだ。それは楽しみだ。必ず見るからね。今くれるわけじゃないんだね。これ、え、これ仙台の方かな、それともウッドローかな。まあどちらにしろイケメンですけど。あ、あ、嘘。ちょっと待って。あれこれ、兄。テイルズ・オブ・リバースのキャラクターですね。え、兄。この若い女医さんってやっぱり兄のことだったのかな。私ちょっとピンと来てはいたんですけど、まあ、作品違うしなと思って言わなかったんですが、やっぱり兄のことなのかな。なんで兄がここにいるんだろう。お、陛下、我が城の備蓄に関する提案書を提出しましたので、ぜひご覧いただけないでしょうか。ありがとう、参考にさせてもらうよ。はいはい。多いね、結構。ちょっとした、サブイベとも言えないサブイベみたいな。お、やっぱりダーゼンさんとはありましたね、サブイベ。陛下はどうされました？いや、仕事があるようなのにな。そのようなこと私にお任せくださればいいもの。そうも行く前、直接頼まれてしまったのだからな。そうですね、来る途中に何件か。さほど時間はかからないと思う。少しの間ここで待っててくれないか。はーい、わかりました。お仕事頑張ってください。王様も大変だね。ダーゼンさん、一つ聞いてもいいですか？何ですかな。ウッドローさんのご家族ってどうされたんですか？ご存知の通り、父上のイザーク様は先日のグレバムの乱の際に崩御されました。そして母君はそれより前に依拠されています。母を失った当時はまだ陛下も幼く、部屋に何日もこもりました。そして三日三晩が過ぎた頃です。じゃなくて時です。イザーク王はウッドロー殿下を力ずくで部屋から引きずり出されました。おや、戻ってこられたようですな。ちょっとこっから聞きたいのに。待たせてすまない。では行くとしよう。え？なんでそう気になるところで毎回終わるかな、デスティニー。どうなんだろう。引きずり出して、どう説得したのかっていうのが気になるんですけど。はい、チェルシーは無理させません。これまたなんか仕事引き受けてきたら、次のやつが聞けるとかそういうパターンかな。もう長くして二分割しようかなって思います、この動画ね。はい、リリスのイベントを挟んで、いると結構長くなってしまうと思うので、はい、じゃあちょっとまたサブイベ探してみます。ちょっとあの兄の絵を見てしまったら、これがもうベイグにしか見えないという罠に陥ってしまったんですが、もしかしてウッドローのそっくりさんってテイルズ・オブ・リバースのベイグなんでしょうか。
どうなんだろう。似てる、似てるような気もするけど。え、気になるなぁ。あれから特に、城の中でサブイベが見つかることはなかったので、モリュリョやってきました。今度こそジョニーを見つけなければならないのですが、もう仲間になってもいいタイミングでしょ？宿屋さんにはいないだろうなって思うんですけど、一応見てみましょうかね。お、食材屋さんと宿屋さんと、右は誰？あ、装飾屋さんか。一気にここに集まってるんですね。風軽減は欲しい。確かまだつけれたはずだから。ステーキ、つけましょう。OK。どうだろう、どの辺にいるんだろうな。四電寮か、魔竜か、どっちかだと思うんですけど、四電と魔竜と、あと、もう一個ありませんでしたっけ？どこでしたっけ、あれ。全然思い出せない。全然思い出せない。また外に出るなって言われたよ。そうか、なんか、グレバムの時もそんな感じでしたね、確か。みんな落ち着くんだぜ。こんな時こそヒーローの出番だ。まあ、頑張ってください。違う。女の子。あ、男の子かもしれないけど。空に浮かんだ変なのがどんどん大きくなってるよ。もうなんか、この、どこ行ってもこの BGM なんで、ちょっとそろそろ違うの聞きたい。モリュリョの様子を観察して何かあればすぐ若に報告します。やっぱ試練にいるのかな。フェイト様から下手に、ん？下手？わかんない。下手だ。下手に騒がず冷静な態度を取るよう言われました。本音を言えば不安でいっぱいですが、黙って任務に励みますよ。頑張って。センガルドの巨大会社のトップが今回の絵を描いていると聞いた。絵を描いてるって言うんだ。そのトップがセインガルト王家に操られているということはないか。ないですね、多分ないと思うけどな。だって結構焦ってたし、その王様の直命で動いてるわけですからね。はいはい。あーっと待ってよ、フェイトさん。フェイトいるのかな。前来た時に確か会えなくてって感じだったと思うんですけど、行ってみますか。なんかジョニーの昔話を聞いてみたいな、それだけのイベントだったような気がしますけど、とりあえず広場行きましょう。あ、間違えた。この人ね、夫はジョニーとも協力して対応策を協議しています。何か有効な手が打てるといいのですが。ジョニー本当どこにいるの。私たちには静かに暮らす権利はないのでしょうか。ありますあります。こんな時こそアクアベイルの総力を結集しなければ。いないんですよね、前来た時もいなかったし。あ、この人多分攻撃承認だな。やめよう。あ、地下倉庫行っても何もないかな。え、何もなかったらカットします。お次は統計量です。絶対セインガルドの陰謀だよ、間違いないって。黒十字艦隊の船が空の上まで行ければ。セインガルドの仕業ではないんだけどな。今回の件、我が国を潜伏船とする、
制服か、制服前とするセインガルドの陰謀なのでは。まあ、5回だけでもなんとか解ければいいんだけど、この人いつもここにいるなぁ。放送流してたのってどこの人。天地戦争じゃと、わしらはもう戦いなど望んでおらんのに。ほんとその通りですよね。でもジョニーがいるとしたら自然量が可能性高いと思う。もう思うんですけどね。いつの間に空に屋根がついたの？面白い表現だね。あの放送は何なんだい？セインガルドが攻めてくるのかい？攻めないよ。入れないかな？入れませんね。多分モリューもお城の中入れないっぽかったんで、試練に行ってみますか。今自然寮にいます。あれ、お姉さんどうしたの？私の顔なんかじっと見て。あー、またこのタイプか。とりあえず無難に上行きましょう。私の顔に何かついてる？あのさ、お姉さんってなんだかその綺麗だね。わあ、この子素直。何よ急に。褒めても何も出ないわよ。お姉さん前にここに来たでしょ？その時のこと覚えてるんだけど。別の人かと思っちゃうくらい表情がすっきりしてるんだもん。ああ、わかった。気になる人でもできたんでしょ。何を考えてるのよ、最近の子は全く。すっきりお姉さん。いやでも、あながち間違いじゃないんじゃないか？どうなの、ルーティさん。表情が見違えたお姉さん、みんなの知らないところで何かあったのだろうか。他に、誰か、あ、子供か。大人な子供、子供な大人、難しい年頃で。確かに、大人びてるっちゃ大人びてるけどね。他はないかな、みんな。確か、みんな見たよね。マリーとか、ルーティーとか、あ、チェルシーも少ないし、リリスはまだ全然ないですね、称号が。ここにジョニーいなかったら私もうどうしようって感じなんですけど。海の向こうの国々ではもっと大変なことになっているようですね。若者に任せて、楽隠居か、と思っとったが、そうも言ってられない状況だな。今回の事態を引き起こした犯人はセインガルドの人間だそうですね。そっか、そう捉えちゃうか。事態打開のため、試練家の皆様は寝る間も惜しんで協議をしています。いないんだけど。ジョニー。いないか、やっぱここには。あれ？あれ？今回の一件をセインガルドのせいだとする流言が広がっている。せっかく旅行の兆しが見えた時にこんなことになるとはな。悲しいことですね。ちょっと行かせてくれないのか。ちょっとマジ、ジョーニーいないのかなぁ。リリスが仲間になんて、ジョニーが仲間にならないってどういうことなの？部屋にいないよね。ちょっと、いませんね。でもこれで結構、街、回ったんですけれども。山小屋行った、ジェノス行った、ハイデルベルグ行った、ダリルシェード行った、クレスタ、リーネ、チェリク、カルビオラ、ジャンクランド、ハーメンツ、アルメイダ、サイリル、スノフリア、自然量、統計量、モリュー量、ノイシュタット。全部行ったんだけど。ゾニー置いてくよ、本当に、もう。でも、
あれですね、全部回ってしまったので、町を。だから次回は、ラディスローへ行って、ついにベルクラント攻略に入るかなと思います。メンバーは、スタン、リリス、ルーティ、チェルシー、ウトロ、マリー、フィリア、コングマン。なんでいないの？本当に不思議すぎるんですが、まあ、しょうがない。見つからないものはしょうがない。私の探し方が悪いのかな？まあ、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね。バイバーイ。